遠州区は中華人民共和国三島省、西年市に位置する四角区。京古線及び新、線、石線が交わる交通の要衝である。遠州の名は古代の天下九州の一つの遠州に由来し、悠久の歴史を誇る。遠州区は三島省西南部の路西南平原に位置する。東には極府の孔子ゆかりの三孔を仰ぎ、西には 両山県の水戸田ゆかりの小宅地があり、北には大山がそびえ、南にはこの山湖を望むため、東分、西部、北泰、南湖と呼ばれる。全市の総面積は651平方キロメートルで、農地面積は60万瀬ほど。市川が南西から北東に流れ、その西北岸に遠州の中心市街地がある。昔の県城内には、富賀という、 小さな川が流れ、旧戦況や中お橋などが架かる。演州区付近には、有史以前から文化が栄え、大門港文化の主要内積である大院遺跡は、市内の大院街道付近に存在する。河南省東北部、河北省南部、山東省西部にまたがる地は、九州の一つの演州に属していた。演州は、水という川に由来して、州と呼ばれたが、転じて、演州となった。 遠州は、関の地方区分の名称に引き継がれた。五関の十三州の一つとしての演習は、真左右に中心を置き、その下に、現在の演州区付近を管轄する三陽群があった。遠州は菅以降の王朝により、様々に分割され再編されたが、現在の演州区にあたる、木図球はその中心の一つであり、当の演習の中心も木図球県に置かれた。北総大には、 気づきゅ改め気づけが重ね喜び府の中心となった。近代にはこの一帯は、大念軍と改められ、現在の演習区にあたる、要県に中心が置かれた。現代に作られた、演習も要県に中心が置かれ、秋を及び、新代の演習府も、茂げる要県に置かれた。茂げる要県の県庁は1948年7月に、一旦、演習市として分離したが、 同年12月に再度演習氏と茂ゲル要件が合併し、茂ゲル要件となった。1962年に茂ゲル要件から極府県が分かれ、この際に茂ゲル要件は演習県と改名した。1984年に演習県は最年史の下の件となり、1992年9月19日に演習県は演習士に改められ、 2013年10月18日に演習区に改編され現在に至っている。演習区は改革開放以来、豊富な石炭資源と交通の利便性を武器に、経済の発展に努めてきた。2009年9月期の中国国家統計局の全国100強見市のリストでは、演習市は50位から48位へと前進しており、全国100協市に入った三等省の22の、 県と市の中で9位に位置している。地下資源は豊富であり、隣接の極府市、通常市などとともに、重要な石炭産地となっている。石炭の埋蔵量は200億トンを超え、年間の採掘量は2000万トンを超える。遠州区内の交流層炭鉱は、中国国内でも最大級の現代化された炭鉱である。また地下水の量は、約20億立方メートルに達し、 山東省でも三本の指に入る、豊かな水源であるが、ほとんどが未使用のままである。遠州区は山東省から各地に向かう交通網が交わる、山東省の喉といえる地である。北京と上海を結ぶ京古線が南北に貫き、新一支線が東西に貫く。また三百二十七国道、京福高速航路、非高速航路をはじめとする道路網が四通八、達する。 市内の道路総延長は6 3 0トルを超え、道路の密度は全国平均の3倍に達する。下部に旧街道、六鎮を管轄する。交流塔は随外に建設された、高さ5 4ル、八角13層の楼角式のレンガ造りの仏塔である。少量台は徒歩ゆかりの地である。徒歩は理白と演習であい、修正の遊戯を交わした。歩は、 当演州城楼と題した詩を書き演州城の南楼からの眺めを歌っている。当時の演州城は戦乱で荒廃し現存しないが、南楼の後の崩れたレンガが積み重なってできた丘は少陵台と呼ばれ今も演州の県城内の北寄りに位置する。県城の東の滋賀には金口という席が設けられ、極府に向かう街道が上を通るとともに、周囲の考えも行っている。 この席は、元代から存在し、水慶中や李白の詩にも登場する。ありがとうございます。